阪神タイガース岡田監督がついに不調の大山選手のスタメン落ちの可能性について言及しました。これまでは4番大山ということで明言していたわけなんですけれども、構想が変わる可能性があります。岡田監督のコメント、そして今後の4番バッター、今後のファーストについても岡田監督のコメントを見ていきます。改めて大山選手、ここまで絶不調ということで、対外試合で30打席を超えてわずかヒットが1本、打率は0割という感じですね。0割台ですね。ヒット1本というのもシングルヒットで、長打は1本も出ていないような状態でございます。岡田監督に練習態度とかを高く評価されて、佐藤輝明選手よりも4番は大山選手というふうに明言されていました。これまで不調だった大山選手に対して岡田監督は、まあそういう時もあるだろうと、そこまで気にしていない様子でした。試合中のキャッチャーフライがあったんですけれども、まあ、そのバッティングがすごくよく、ここから戻ってくるんじゃないかと、まあ、そんな話もありました。まあ、ただそのまま不調が続いています。あまりに不調が長く続いておりまして、岡田監督ももしかしたら考えであったり構想に変化があったんじゃないかと、まあ、そんな風に読み取れるようなコメントを出しています。スタメン落ち、他の選手の起用などについて初めて言及しています。まず岡田監督はキャンプで大山選手の打撃を大きく改造しておりまして、こちらについてまずは見ていきます。岡田監督の大山選手へのキャンプでの指導ですけれども、2つの点を大きく指導しています。まず1つ目、ボール半個分前で捉えて詰まらないようにする。大山選手はベースの上で打つようなバッティングだったから、それをもう少し前で打つことで楽に打てるようにする、まあ、そういった指導がありました。そしてもう1つ、ボールの上半分を叩いてスピンをかけるようにボールを飛ばしていくというような指導をしています。大山選手もこの指導を受けて手応えを感じていました。大山選手は失速しそうなところからもう一段階伸びた感じの打球も何球かあったと、そんなコメントもしていました。まあ、ただ大山選手、このボールの上を叩くのは結構難しいなと、そんな話もありました。ただ大山選手はキャンプを通してこれらを習得するためにキャンプにずっと取り組んできたというようなコメントをするほど、岡田監督の指導には真剣に取り組んでいたんですね。なのでこの指導がもしかしたら大山選手の不調の原因なんじゃないか、こんな風にも言われておりまして、こちら掘り下げていきます。大山選手に対して岡田監督が行った2つの指導、まずボールを前で捉えるというところなんですけれども、確かにボールを前で捉えることによってつまらなくなる、なので打球が遠くに飛ぶようになる、より力が増すとか、まあ、そういったところは間違いないと思います。ただ実戦で変化球も交えて投げられたときに前で打つバッティングだと、まあ、若干変化球への対応が難しくなってしまう、変化球にバットが止まらなくなってしまう、まあ、そういったデメリットもあるというのは一般的に言われています。加えてボールの上を打ってスピンをかけて飛ばすっていうバッティングに関しましては、これまでの大山選手の意識とは大きく異なっておりまして、かなり大きな打撃の改革になっているわけですね。大山選手もこのスピンをかける感覚っていうのがなかなかわからないというようなコメントも残していました。練習ではやっぱりいい打球っていうのはたくさん出て、大山選手変わったかということでファンもかなり期待していたんですけれども、試合に入ってみると不調という感じになってしまっています。なのでインターネット上ではもしかしたらこの指導が大山選手の不調の原因なんじゃないか、こういうふうにも言われているわけですね。まあ、そんな中でついに岡田監督が大山選手のスタメン落ちの可能性を語っています。大山選手は7日の韓国戦ではスタメン落ちをしました。その理由として、ずるずる言ってもあかんと思って1日外そうと思ったけどな、ちょっと気分転換もしてというふうに語っていますね。まあ、これまでと比較しても岡田監督は大山選手の不調を少し重く見始めたというところですね。一方ファーストで大山選手の代役としてスタメンに入った原口選手は2塁打2本を放っています。これまでもホームランをたくさん打っていますし、原口選手は絶好調なわけですね。なので原口選手のスタメン起用の可能性っていうのを記者の方に問われると、大山とかあまりにも悪かったらな、そりゃ可能性はあると思うよということで、大山選手に代わって原口選手を使っていくかもしれないと、そういった可能性について初めて言及しているわけですね。これまで岡田監督はもう4番大山選手ということで、4番チームの軸になる選手、絶対に変えないと、それぐらいの感じだったんですけれども、もうここで原口選手の起用の可能性っていうのを語っているということで、岡田監督の構想ももしかしたら少し変わり始めたのかなというところですよね。そして岡田監督はさらに復活させるために大山選手に直接指導をしています。
岡田監督が大山選手の復活に直接指導ということで、スポニチさんからこんな記事が出ていました。韓国戦を前にした阪神ナインが次々と京セラドームに姿を見せる中、大山は岡田監督の指示のもと甲子園で打ち込みを敢行、不振脱却へリフレッシュも兼ねた処置だったということで、7日の韓国戦行われる前に大山選手へ直接指導を行っているということですね。そしてその練習の後の試合ではスタメンから外れるという大山選手でございました。岡田監督はゲームになったら崩されるからな、またインコースをなちょっと頭の体操をさせんとなというふうに語っておりまして、この指導の内容とかっていうのはまあシークレットということで、記者の方々には明かさないということでございました。フリー打撃中には構えなどを見せて復調のヒントを与えたということで直接指導を行っています。大山選手は好不調の波が激しいタイプで、大山選手自身もその課題っていうのを自覚しています。なので開幕までに間に合うのか少し不安な部分はあるでしょう。では代役の4番の選手はあの選手で決まりかと、こちらも見ていきましょう。代役の4番としてはやっぱ佐藤輝明選手になるかなというところですよね。7日の韓国戦で大山選手が外れて佐藤輝明選手が4番に入りました。そしてホームランも打っていますと。大山選手がもしスタメンで開幕起用されるにしても、4番は佐藤輝明選手、例えばまあ5番とかに大山選手が入ると、そういった打順が組まれる可能性も十分あるかなという感じですね。大山選手の不調が続いていけばということになります。加えて代打で考えていた原口選手がスタメン起用の可能性というのも出てきたわけですね。もしかしたら開幕スタメン原口選手になる可能性も出てきました。こういったところで岡田監督は意外と臨機応変な方だなっていうふうに考えられる方も多いと思います。4番というのは岡田監督がこれまでかなり重要にされていたポジションですから、そこをでも原口選手とかファーストで起用して佐藤輝明選手が4番に入るとか、そういった可能性もあるわけですね。なのでセカンドの中野選手とか正捕手に梅野選手とか、こういった構想っていうのもプレー次第では変わっていく可能性も十分あって、このあたりはある意味で朗報なのかなというふうにも思います。不調の大山選手にファンからさまざまな声が飛び交うと、こちらも最後に見ていきましょう。大山選手へのファンの声ですけれども、大山クラスの選手ならシーズン始まってからどうせ打つでしょと、こういった声は結構多かったですね。去年のオープン戦も打率1割台だったし、別に気にしていないという声もありました。大山選手はもともとこの時期打てないっていうこともあるし、どうせこれまでの実績もあるし大丈夫だろうと。ただ新井亮太コーチと作ったフォームは詰まっても OK というフォームだったから、そこと真逆だから少し心配だと。あとは大きな打撃改革をしたから、もし不調だったからじゃあすぐ戻そう、合わなかったから戻そう、こういったことができるのか不安で不調が長引いてしまわないか心配と、そういった声もありました。以上です。